県民に野菜摂取を促す野菜増し増しキャンペーンのキックオフイベントが今日掛川市で行われました。県とドレッシングなどを扱う SSK フーズは今月から県民の野菜の摂取量増加を促す野菜増し増しキャンペーンを共同で実施しています。今日は掛川市のスーパーでこのキャンペーンのキックオフイベントが実施されました。少ないね。会場では野菜の摂取量を数値化する測定会も実施され、参加者は数値を見て自身の食生活を見直している様子でした。まだちょっと足りないなと思って、はい、もうちょっと食べます。頑張って、はい。静岡県民の方がですね、野菜摂取量、それほど多くないということで、もっともっとたくさん野菜を取っていただいて県民の皆様に健康になっていただきたいという思いでですね、このキャンペーンは今月末まで実施されます。